最新理論を人生に生かす量子力学的実践術。これ本当に人生が一変します。世の中には身の回りにいいことがたくさん起こる人がいます。反対に悪いことばかり起こる人もいます。頑張っているのに結果が出ない、いい出会いがない、いつもお金がない、ああなんて運がないんだと愚痴の一つもこぼしたくなりますよね。わかります。私もそうでしたから。もしかするとこの本を開いたあなたも運がないと嘆く一人かもしれません。ではお聞きします。運って何ですか？明確に答えられる人はいないでしょう。なぜなら運は見えないからです。見えないくせに運の存在は信じている。そして運に見放されたと嘆いたり、時々訪れる幸運に一喜一憂しながら日々を過ごしているのです。この本は人生を良くしたい、自分を輝かせたいと思っている全ての人に向けて書きました。努力しているのに結果が出ない、不運ばかりやってくる、不幸な星のもとに生まれたなどと思っている人は特に読んでほしい。かつては私も絶望の淵にいる一人だったからです。暗闇から救ってくれたのは量子力学という新しい科学でした。私たちの体はどうなっている？量子力学ってそもそもどういう学問でしょう？まずは本を持ちながらあなたの手首あたりを見てください。毛穴や肌のキメが見えますね。でも目で見えるのはここが限界です。そこで今度は肌を顕微鏡で拡大します。すると細胞が見えます。枠のように見える部分は細胞膜で、その中は水です。細胞膜も水も原子の組み合わせでできています。中学の理科では原子は物質の最小単位であるなんて言った先生もいるでしょう。そのため原子より小さな物質はないと思っている人もいるかもしれませんが、実はさらに小さなミクロの世界が存在します。その中を覗いていきましょう。学校ではこんな風に教えてくれたはずです。原子の中心には原子核があり、その周囲を電子が飛び回っていると。前著では私はこんな風に話しました。原子の中はガラーンとしている。例えば一つの原子が東京ドームくらいの広さだとしたら、原子核はその真ん中あたりに置かれたビー玉ほどの小さな玉、そしてさらに小さな電子が広い空間を自由に動き回っている。つまり原子の中はほぼ空っぽ、スカスカだ。でも前著を出した後、もっと適切な表現があることに気づきました。それがこちらです。え、真っ黒じゃん、印刷ミス？と思ったでしょうか。でも印刷ミスではありません。素粒子はいつも存在するわけではないので、原子の中はこのように真っ黒な状態というのが正解なのです。ただしずっと真っ黒というわけではありません。素粒子は一瞬のうちに何度も現れたり消えたりします。でもどこに現れるかわかりません。これが素粒子が現れた時のイメージです。真ん中に大きな円があり、その周りに小さな点があります。中央の円は原子核、周りの小さな点は電子がどこに出るかわからない場所を示しています。さて私はここで何をお伝えしたいのか。それは素粒子は実体のない存在だということ。とても不確かで曖昧な存在でしかありません。つまり不確かな素粒子がいくら集まっても不確かです。私たちの実体はそのように不確かなものなのです。私たちは自分を確かなものと考えていますが、実はかなり曖昧な存在だということをまずは皆さんに知っておいてほしいと思います。素粒子とは何か。では原子の中にある素粒子の世界を見てみましょう。物質を小さくしていくと細胞、分子、原子、素粒子となりますが、それ以上小さくできないのが素粒子です。素粒子はとても不思議な振る舞いをするため、それまでの物理学の常識が通じませんでした。そこで新たな学問が必要となり、
量子力学が誕生したのです。つまり量子力学は素粒子の非常識な振る舞いを解明するための学問なのです。ではどんな風に非常識だというのでしょう。例えば素粒子は見ていないと消えるとか観測すると現れるなど、こちらの意図を察知するような動きをします。また素粒子には時間が存在しません。私たちの世界では過去、現在、未来と時間は連続していますが、素粒子の場合は過去と未来に同時に現れるということも起こるのです。さらに素粒子は変身もします。粒だった素粒子が波になったり粒に戻ったりします。量子力学を応用すれば奇跡が起こせると言われますが、それはこのような素粒子の不思議な性質によるものです。そんな素粒子の中でも主役になるのが光の元であるフォトンです。私たちの意識や感情の正体はフォトンです。体も物質も、さらには起こる出来事も、全てはフォトンの影響を色濃く受けています。というより、フォトンこそがこの世の全ての現象を生み出す鍵と言えるのです。素粒子はどこから生まれてくる。素粒子は現れたり消えたりするため実体がないと話しましたね。でも実際には存在しています。あなたもいるし、私もいる。この本もあなたの手の中にあります。これってどういうことなのでしょう。私の塾では小学生に次のように説明しています。空を見上げると白い雲が見えるよね。では雲に近づいていこうか。あんなに大きくて分厚かった雲の代わりに霧が濃く出ているのがわかるよね。実はこの霧こそが雲なんだ。霧は超細かい雨粒の集まりなんだけど、遠くから眺めるとそれが雲に見えていたんだね。みんなもこれと似ているよ。みんなの体も実は小さな粒の集まりでしかない。あるように見えるけど、どんどん近づいていってミクロの視点で見るとはっきりしない存在になるんだよ。ところで雲は何からできているかわかる？水蒸気。うん。じゃあ水蒸気と水蒸気の間には何がある？水蒸気と水蒸気の間には何もないのではなく何かがあります。実はここにある何かこそがとても重要な存在なのです。素粒子と素粒子の隙間にあるもの、それこそが真っ暗な世界であり、ゼロポイントフィールドと呼ばれるものです。素粒子はこのゼロポイントフィールドから生まれてくると考えられています。ゼロポイントフィールドはゼロとは言うものの、何もないわけではありません。そこはエネルギーに満ちた場です。そして莫大なエネルギーに満ちたゼロポイントフィールドから、すべての物質や現象の元になる素粒子が生まれてくると考えられています。つまりあなたも私も、この本もスマホも机も家も動物も植物も、さらには光も意識や感情も、すべてはこのゼロポイントフィールドから生まれてくるわけです。言い方を変えると、すべてはこのゼロポイントフィールドに用意されているのです。ゼロポイントフィールドはあなたの周囲にもあるし、あなたの中にも存在します。私たちは素粒子からできており、スカスカの隙間だらけの存在ですが、その隙間にも周囲にもゼロポイントフィールドが存在しているのです。つぶつぶの集合体ということは、どんな自分にも変化できるということになります。そしてゼロポイントフィールドには全てが用意されているのですから、自分が思うように現象を一変させることもできるのです。素粒子はどうやって生まれてくるのか。素粒子は粒と波の両方に変身できる性質を持っています。粒になる前はまだゼロポイントフィールドで待機しているようなイメージです。そこにある時、どこからか粒が飛んできます。するとその衝撃で場が局所的に揺れて粒のように見えるのです。つまり実際には粒が現れたのではなく、波が揺れて粒が現れたように見えたというわけです。私たちの意識や思考もフォトンという素粒子でしたね。何かを意識したり何かを思ったりすることはフォトンを飛ばすということでもあるのです。例えばあなたがありがとうと思うと、
あなたからありがとうフォトンが飛び出て、エネルギーの場がありがとうで大きく揺れます。するとありがとう素粒子がポンポンポンと飛び出てくるというわけです。すべてはあなたの発する周波数で決まる。私たちの実体は粒と粒、素粒子の集まりであり、もわもわと揺れる雲のようなものでしかありません。もっと言うと、フォトンは電磁波ですから、私たちの意識も電磁波なのです。私たちがいとも簡単に周囲や相手の影響を受けてしまうのはこのためです。波が波の影響を受けるのは当たり前というか、自然現象と言っていいでしょう。電磁波にも周波数があります。あなたが嬉しいフォトンを出せば、場が嬉しいヘルツの周波数で揺れます。すると嬉しいヘルツの周波数帯の世界に移り、人生が展開します。嬉しいヘルツの世界、パラレルワールドでは嬉しいことがどんどん起こります。あなたを必要とする人、あなたが必要としている人との出会いもあります。こうした状況はテレビでチャンネルを変えて好きな番組を見るようなものです。違うのはテレビは所詮人事ですが、パラレルワールドはあなた自身が主人公のリアルな人生ということです。どんな人生を選ぶかはあなたの自由です。あなたはどんな人にもなれます。仮に今困った状況下にあるのなら、それを変えることもできます。現象を一変させることができるのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所のショーです。今回は最新理論を人生に生かす量子力学的実践術という本をご紹介します。著者は村松大輔さん。量子力学を生き方論にする手法をアレンジし、人生は自分発信の通りに現実化していることを突き止めた村松さん。村松さんの量子力学と願望実現を結びつける理論はとっても納得感があるんですよね。本チャンネルでもたくさんの本をご紹介させていただいている大好きな作家さんの一人です。実は今回のこの本、めちゃめちゃ心待ちにしていたんです。引き寄せ、人間関係、因果応報、魂、運命という5つの柱を量子力学で紐解き、より実践的に周波数を上げていく方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。引き寄せは手繰り寄せるではなく、自分の世界を変えること。あなたが出すフォトンによって引き寄せる現象が変化します。それはあなたの周波数が変わり、あなたのいる世界が変わったからです。パラレルワールドを映ったということですね。引き寄せという現象も自分のいるパラレルワールドで起こります。ん？どういうこと？わからなくても無理はありません。物質中心の世界で生きている私たちは、目の前の見えている世界が全てだと思って生きてきましたから。引き寄せはその言葉のイメージから何かを手繰り寄せると思われがちです。しかし実際は、あなたのいる周波数帯が変わり、目の前に起こる現象が変わるのです。もしあなたが今の状況をもう嫌だと感じているなら、自分の周波数を変えてみましょう。それだけであなたがいる周波数帯、パラレルワールドが変わり、あなたの目の前に起こる現象が変わり始めます。これが引き寄せの第一歩です。どうしたら自分の周波数を変えられるのか。ではどうしたら周波数を変えることができるのか。とても簡単です。思えばいいのです。心の底から。例えば、口では大丈夫と言いながら、心の中で不安に思っていれば、あなたの全身からは不安のフォトンが飛び出ます。すると不安の周波数帯にいることになり、不安な現象が引き起こされます。
周波数を変えるには一心に思うこと、あるいは真剣に取り組んでみることです。するとあなたから発せられるフォトンの周波数が変わり、あなたの周波数帯が変わります。その結果引き寄せが変わってきます。すべては周波数で決まる、とても簡単な仕組みなのです。以前の私はこの仕組みが分からず、家族にも好ましくない対応をしていました。自分一人が不幸みたいに思い、投げやりのフォトンを飛ばしていたのです。私から出た投げやりフォトンはそのエネルギー場にぶつかり、場を大きく揺らします。この時場は投げやりヘルツの周波数で揺れるのです。その揺れは伝播しながらあちこちの場を大きく揺らし、あちこちから投げやりフォトンが飛び出します。当然好ましくない現象ばかりが起こるし、好ましくない人ばかり集まってきます。こうなるとどうせ何をやってもダメなんだと諦めてしまい、さらに投げやりフォトンを飛ばすので、ますます場が投げやりで揺れて、投げやりヘルツが濃くなってしまいます。そうなると私には目の前の投げやり世界しか見えず、これが自分の世界なんだと諦めてしまっていたのです。本当は厚い雲の水蒸気の隙間にも青空が存在していて、自分の意識次第でどんなパラレルワールドも作り出せるのに、そこに考えが及ばない、他の世界があることなど想像もできなかったのです。悪いことが頭に浮かんだときは、おかげで周波数を振りかける。良いことを思えばいい。そうは言っても実際は簡単ではありませんよね。生きていればいろいろなことがあります。嫌なことも悲しいことも起こります。どんな周波数帯にいてもそれは避けられません。嫌なこと、悲しいことが起きたときどう対処するかがその後の展開を決めます。誰だって悪いことを考えてしまうときがありますよね。なんだあいつ、ムカつくわとか、やっちゃいけないことをしてみたいとか、私もあるのでわかります。では悪いことを考えたら必ずそれが現象化してしまうのでしょうか。はい、現象化します。でも安心してください、それをチャラにする方法があるのです。それはおかげで周波数を振りかけることです。例えばこのお金をちょろまかしちゃおうかなという思いが頭をよぎったとします。本当にそれをすれば、あなたのエネルギー場はお金をごまかすヘルツで揺れます。一時的にお金が入るかもしれませんが、そのうちお金が入らなくなります。あなた自身がお金をごまかすヘルツで揺れているので、あなたも別の人にお金をごまかされてしまうからです。そうならないようにするために、おかげで周波数を振りかけます。悪いことを考えてしまった、おかげで心を洗う努力ができる、ありがたいな。お金をごまかそうと思った、おかげで毎日コツコツ働く凄さが分かった。そのように悪い思考の上におかげで周波数を振りかけてあげるのです。以前の私は悪いことを考えた時に、こんなことを考えちゃダメだとか、そんな考えが浮かぶのは卑劣な人間だからだと自分を責めていました。でもそうすると場が自分を責めるヘルツで揺れてしまい、心が痛む出来事や体の痛みを伴う現象を引き起こしていたのです。ところがおかげで周波数を振りかけると、現象が一変し始めました。顕著だったのは、私に強く当たっていた人が優しい言葉をかけてくれるようになったことです。それまでの私は人を責めるフォトンを飛ばし、人を責めるヘルツで場を揺らしていたのでしょう。それで他人から責められるという現象を引き寄せていたのです。自己否定の直後にレベルアップする方法。先ほどの私もそうなのですが、世の中には自己否定をしている人が多くいます。この自己否定こそが悪いことを引き起こす最大の要因なのかもしれません。理由はもちろん、否定のフォトンを飛ばし場を否定で揺らしてしまうからです。そうして自分を否定するような現象が次々と起こってしまうのです。ここで多くの人が勘違いすることがあります。それは自分を否定しちゃダメと思ってしまうことです。なぜそれがいけないのかといえば、
自己否定フォトンにダメフォトンを振りかけることになるので、さらに振動数を下げてしまうからです。さらに自己否定をしている周りの人にもご自身の否定フォトンを振りかけてしまいます。これって愛じゃないですよね。ではどうすればいいのでしょう。自己否定をしてしまったとしても、その上からだからおかげで〇〇できるというプラスの周波数を振りかけてあげるのです。自分はいつも自信がなく自己肯定感が低い、だからおかげで自分を大切にすることを意識的にできる、私は存在否定をしてしまう、だからおかげで毎日自分褒めを意識的にできる、このようにだからおかげで〇〇しようという振りかけをかけるのです。そもそも自己否定するからこそ自分の至らなさにも気づくことができます。自己否定にも立派な意味があるのです。だから私はダメなのだと自分を責め続けてしまってはいけません。ダメのフォトンをぶつけて場を否定の周波数で揺らし続ければ、本来のあなたの輝きは失われていきます。あなたに起こるはずの良い現象まで止めてしまうのです。もったいないと思いませんか。あなた本来の輝きを取り戻すためにも、このことを覚えておいてほしいと思います。最悪という口癖の人を救う方法。もう最悪と言っている人をよく見かけます。雨が降ってきちゃった、最悪とか、電車が行っちゃった、最悪など、ちょっと嫌なくらいのことなのに何でもかんでも最悪と決まり文句のように使う。それが口癖になってしまっているのですね。でもこの口癖は本当に最悪の現象を引き起こしてしまうかもしれません。理由はもうお分かりですね。場を最悪で揺らし、最悪の現象を自ら作ってしまうからです。口癖でつい言ってしまうという人には、次の周波数を振りかけましょう。おかげで、だから良かったというものです。雨が降ってきちゃった、最悪、でもおかげで草花は喜んでいるかもね。電車が行っちゃった、最悪、でも考え事をする時間ができてよかった。このように後からかぶせていくだけですから簡単です。実はこの方法、口にすることよりもおかげでやよかったを探すことに大きな意味があります。観測することはフォトンをぶつけることになるからです。おかげで探しをすることによって、感謝のフォトンが飛び出て場を感謝で揺らすことになります。その結果、ありがたいと思える現象が引き起こされやすくなるのです。そんなこと言われても信じられないと思ってしまったあなた、この瞬間にも信じられないフォトンが飛び出て場を揺らしていますよ。百聞は一見にしかず、まずは実践してみてはいかがでしょう。きっとあなたが引き起こす現象が変わってきますから。目に見えない運も縁も、量子力学を使えば変えることができます。多くの人が悩む親子、夫婦、友人、恋人の関係も改善することができます。問題の根本原因は、相手と自分の間に存在する何かだからです。お金や仕事の悩みも改善します。報酬や仕事の成功は結果だからです。原因があり結果がある、努力しても結果が出ないというのは、自分が見えていない何かに原因があるのです。誰もが疑問に思うような見えない何かも見えてきます。その何かとは何なのか、それこそが量子力学の領域です。今回もプロローグテートのご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。冒頭でもお伝えしましたが、今回はこの5つの柱を量子力学で紐解き、より良い人生の生き方を教えてくれる内容になっています。そしてこれまでよりもさらに実践に力が入っています。ページ配分も量子力学の仕組みはプロローグで抑えて、以降は全て実践的な内容が展開されます。具体的な事例や実践術がたくさん紹介されているので、自分が気になるものを選んで即実行に移せるんです。そしてほろりとさせられる場面も。
これはご自身の目で確かめてください。初めての方はもちろん、これまで村松さんの本を読まれてきた方にはぜひ読んでいただきたい一冊、興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました。ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです、見つかりましたか。見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。